贅アドラーは日本の競争馬である。1941年秋の中山農林省商,商店障害に優勝した。父の白郷は農林省商,商店競争、横浜の提出後商店の勝ち馬。また、当時としては珍しい足毛の種母場であり、贅アドラーも足毛である。他に1944年春の農林省商,商店障害に優勝した今、風を出している。 母の霊光は、ニーボリ牧場の生産で平地で9勝を挙げて15,404円を稼ぎ、その後繁殖として、ニーボリ牧場に戻った。J アドラーは、その2番目の3区である。1939年春の横浜でデビューしたが、秋の中山まで初勝利を挙げることはできず、翌1940年春の中山で2勝目を挙げた。あとは勝てず、 平地は28戦して2勝に終わった。平地での2勝はいずれも3200メートルの制限競争であり、同年秋の目黒記念では10頭立ての5着となっている。1941年春の横浜開催から、それまでの広い級車から、小形級車に手馬やして、障害入りすると、障害初出走で初勝利を挙げた。中山の臨床商店障害にも出走したが、 優勝したライハルオンから八場審査の三着に敗れ、東京のココバ障害特別は二着。春シーズンは七戦二勝の成績だった。秋の開催では、阪神と京都で一勝ずつを挙げ、京都のココバ障害特別は、玉ヤングの二着、そして中山初戦の特班で6 9ラムを背負って勝利した。そして米英に戦線を布告する前日、12月7日の 中山道林省商店障害では6等立ての一番人気となり、ウオアグローリに2馬新の差をつけて優勝した。1942年は、春の中山4日目の別邸競争で追いすがる出ロシを、頭差を抑えて勝利、東京の4050メートルのここ場障害特別では、スタートで遅れながらも、最後の障害は、先頭で飛び、追ってきた、大五郎を突き放して優勝した。 この東京開催を最後に引退となり、日本競馬会に購入されて、イブリタネウマバにてタネボバとなった。しかし、翌1943年には、トカチタネウマバに関し、1944年にわずか2シーズン目で廃用となった。3区は1947年から出走したが、活躍馬は出ていない。障害競争では16回出走し、1着8回、2着5回。 三着二回、四着一回と、五着以下となったことがなく、出遅れ癖のある馬としては、安定した成績を収めた。ありがとうございます。